粘りますね。でも面白い、滑りやすい。この前斉藤さん来ないから真ん中の方に来たらみんながすげえ喜んで、いやこんなとこ景色変わるんですよね。そうなんですよ、ね、で意外とねスラロームとか楽なんですよ。大して変わんないんだけど。あれお父さん、お父さん体の向きとかよくなって。本当すか？あれがやっぱり、ね、どっかで滑ったりしてました。僕ですか？はい。いやもう秋田のビデオ撮りばっかりして。ああでもたね、なんか意外とイメージがいいから。ありがとうございます。ああ若いんですかね。デート過ぎてからも超もうちょっと長く乗れそうですね。もうちょっと、うん、早くに解放しすぎちゃってるんでちょっと間が持てなくなってますけど、これ以上乗れないぐらい乗っちゃっていいです。ただしターン全般もしっかり乗ってくれる。後半だけになっちゃうと別物になっちゃう。ちょっと今頑張ってね、ボールに寄ってきたいのは分かるんですけど、ボールからもうちょっと頭離してお尻をボールの方に使う。わかりました。あ、ライトをしてるじゃん。わかりました。ありがとうございます。ちょっと横に押すな。あ、岸さん、ゲートの横で、ちょっと横に押すから、もったいない。横にスキーを押しすぎる。あれやると、意外と、その、なんかスキーのタイミングは使いやすいんだけども、意外とこう、ロスしやすいから、もうちょっと、なんていうのかな、体からスキーを離したスキーが体の下に入り込んできてきながらリリースっていうイメージを変えていく。今のだとゲートの横でグラーンと押しながら横に押し、はい、真下、真下、はい、赤一本倒れてますね。倒れてますね。あ、いや結構上なの。でもまあ邪魔なんですよ。どうですか？まだ US はまだ来てないですね。はい、 US 3回目ぐらいですね。あんまり、いや、そんなに結構でも来てない。ロスカさん、ちょっとねそうそう、ポジションをやっぱ変えた方がいいですね。このポジションだともう多分あと10年ぐらい滑れなくなる。それぐらい後ろで筋力はもう支えが弱くなってきたら体が落ちてこないと今度スキーが見事に行かなくなっちゃう。いいじゃないですか。はい、少しずつ、うん、はい、動きはちょっとなれ、今週は慣らしの期間で、はい、そのですか。中に入ってきたよ。ああ、そうです。ボールを使った後にちょっと手を開いた後ろってか、いや相当がスノーボードやってるんです。はい、左側の手がすごい入っちゃってる。はい、左手だけ。あ、だからこっちが先導してる。スノーボードやってるみたいな感じで、はいはい、片側になっちゃってますから、はい、両方こっちも右側も出すよね。はい、あれ、きっちゃん、もう一人は、あのね、はい、ちょっと来れなくなったそうです。あ、まあ、全然そうです。